俳優のヤギラユーヤさんの妻でモデルのトヨタエリーさんが、12月14日にインスタグラムを更新。髪をショートカットにした横顔を公開しており、ファンからは、ジャニーズ系になりましたね。童話に出てくる少年みたい。かわいらしい、とときめく声が上がっています。比較画像。イメチェン前後のトヨタエリーさん。わだかみの外に跳ねたミディアムヘアをバッサリカットし、ふんわりとしたショートカットにイメチェンしたトヨタさん。 髪を切って、パーマをかけてもらったよ、と説明しながら、朝のセットが楽で感動しているよ、とショートカットにして大正解だったと明かしています。 ファンからは、本当可愛いです。すっごく似合ってます。と称賛する声や、エリーちゃんイケメンだわ。コートの感じも相まって、外国の少年のような透明感、とボーイッシュな雰囲気にキュンとしている声とともに、どんな髪型も似合うから羨ましい、と憧れをあらわにする声も届いていました。 バル・トヨタさんは、ネットフリックスで配信中の映画、浅草キッドで主演を務める柳楽優也さんと2010年1月に結婚。10月には娘が誕生し、インスタグラムでは2021年10月に娘が11歳になったことを母の目線で嬉しそうに報告していました。